こんにちは、オランジュリーのミカです。今日は小学生も一人で作れるマドレーヌを作っていきます。ぜひ最後まで見てください。今回は100円ショップにも売っているプチケーキカップ型を使っていきます。型はバラバラにして並べておきましょう。下準備をしていきます。卵2個を割り入れてよくほぐしておきましょう。次にバター 100g を湯煎にかけて溶かしていきます。50度ぐらいにしていきましょう。ラップをしてレンジにかけてもらっても大丈夫です。ただ破裂しないように気をつけてください。薄力粉 100g です。私はドルチェを使っています。ベーキングパウダー小さじ1/4、まずすり切りで測って半分戻します。残った半分をさらに半分にして小さじ1/4計量したことになります。大きめのボウルにグラニュー糖 100g を入れます。さらに先ほど計量しました薄力粉とベーキングパウダーを混ぜながらふるっていきましょう。ホイッパーでしっかり混ぜ合わせます。先ほどよく溶いておいた卵を加えていきます。まず1/3加えてゆっくり混ぜ合わせていきます。残りの半分を加えていきます。これで全部入りました。混ぜすぎるとグルテンが出てしまいますので、粉気がなくなればストップです。溶かしバターを入れていきます。3、4回に分けて入れていきましょう。全部入れちゃいました。ちょっと混ぜにくいです。4回に分ければよかったですね。最初少なめで徐々に入れる量を増やしてあげると混ぜやすいです。混ざりにくいですね。はい、混ざりました。ゴムベラで一度底の方からよく混ぜ合わせていきます。絞り袋に入れていきます。一人で入れるときにはコップに絞り袋をかけてあげて、そこに生地を流し入れていきます。絞り袋がないときにはビニール袋に入れていくといいです。ちょっと厚めのビニール袋を使ってくださいね。はい、出していきます。上の方をねじって絞っていきますが、小学生の場合はねやりにくいので、上の方を輪ゴムで留めてあげると扱いやすいです。絞り袋の先を切っていきます。型に入れていきましょう。このくらいでいいかなと思った時につまんで流れるのを止めます。全部入ったら一度叩き落とします。アーモンドスライスを散らしていきます。チョコチップもよく合いますよ。
170度のオーブンで12分から14分焼いていきます。はい、焼き上がりました。どんな感じにできているか楽しみですね。はい、こんな感じに出来上がっています。今回は小学生でも作れるようにということで溶かしバターで作っていますが、これを焦がしバターに変えてもらうともっと美味しくなりますので、ぜひチャレンジしてみてください。もし面白かったなと思う方はチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。